っしゃよっしゃ。ダウズジャーク190、まあこのビッグベイトを語っていく上で、もともとね、畑拓磨といえばのダウズスイマー、このビッグベイトが、まあ、非常にね、まあ、唯一無二のアクションを見せるすごく優秀なビッグベイトということで、まあ、数々の魚を釣ってきました。で、今回このダウズジャーク何を求めたのかっていうと、ダウズスイマーに足りなかったもの、飛距離、まあ、これをですね圧倒的に磨きをかけた。アクションのタイプとしては激しい左右へのダート、かなり幅の大きなダートアクションということで、まあ、場合によっては1メーター近い幅で瞬間的なワープを見せると。オッケー、来た、よっしゃ、ダウズジャークで来たぞ、よっしゃ、よっしゃ、最後にダウズジャーク、よっしゃ、えい、来たぜ。沖でベイトを追い回してる魚、それをジャークでリアクション的に食わした。へい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 、完全にハス食い、完全にサマーパターン、完璧やん。ボディの特徴として、まあ、薄いフラットサイド型のボディをしていて、多くの魚たちのスイッチを入れるためのボリューム感、これを持たせてあると。フロントフック、リアフックともに、まあ、スイベルアイを採用してあって、バレにくい、壊れにくいっていう設定になってます。で、テール部分にはフィン、これが縦向きに配置されて、かつボディの前は縦扁平、後ろは横扁平になってるんですね。で、この横扁平にすることで、ルアーのこの倒れ込むロールですね、これを極力抑えて水平軸上に強くダートするというアクションに仕上げてます。で、飛距離を出すためのウエイトの重心移動システムも見直して、まあ、しっかり飛距離を出して、かつアクションの立ち上がりを上げているというところで、まあ、今までね、ダウズスイマー、これで届かなかった領域まで圧倒的にルアーを届かすことができるようになりました。でかい、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 バレんなよ、バレんなよ、これは、おっしゃ、来た、おっ、オーケー、でかっ、でかっ、ウィー。で、なんでこのルアーがバスやシーバスだけじゃなくていろんな魚に効くのか、それは圧倒的な長距離型のアプローチっていうのが可能になったからなんですね。海の大型魚、まあ、青物に代表される回遊魚だったりとか GT やマグロといった大型魚、まあ、こういう魚たちを狙う上でやっぱり相手の速度も圧倒的に速いし、遠くから彼らを狙い撃つ必要があると。で、通常のオフショアのキャスティングプラグにも負けない、いやそれ以上の飛距離を出すことができて、かつ魅力的なアクションをその遠くで出すことができる。
でもちろんこの素早いダートアクション、雷のようなエスケープアクション、すごい勢いでバン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 と左右にルアーを瞬間移動させることができるんですね。でこれによって魚にアングラーの存在を意識させずに視界を広大な海のオープンスペースに振ることによって見切らせない、まあ、そういった狙いもあります。おい出た、オッケーオッケー、出ましたね。結構あっさりドンって出るんですね。うん、もうジャークしてスタートしてボーンっていった。おお、でかい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 、おわでか、よっしゃー、オッケー、オッケーオッケー、いいぶりだ。はい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 、来たよぶり。バスはもちろん、シーバスももちろん、近距離でアクションによって引っ張れる魚たちっていうのもそうだし、ありとあらゆるフィッシュイーターをターゲットにできる、まあ、それがダウズジャーク190になります。